さて今回は1月28日日曜日の新馬戦予想、はい、東京、京都、小倉の3会場となっておりまして、はい、全員4レース、4レースですね。はい、わ、はい、かりました。では早速なんですけど、東京の2レースからよろしくお願いいたします。はい、東京の2レース、ダート専用なんですが、本命からいきます。3枠5番レイウィン、唯一の関西馬であえてダートを使いたくて東京に持っていったっていう、うん、それと多分東京の長い直線が魅力なんでしょう、うん、これがいいですね。となんか陣営の意気込みを感じます。でしかも調教はもう調教師自らが乗って、誰かと思ったら上村博之、なるほど、そらまあ乗れるわなと思うんですが、2週前のシーウッドで82秒1、52秒7、11秒9をいっぱいで出しているんですが、その次の週も調教師がまたがって、同じく長めから81秒1、51秒5、11秒7をいっぱいで、明らかに良くなってきてますよね。はい、それでもう81秒台が出てるんで、もうシーウッドの時計としては十分ということで、今週は重い助手乗せて、ハンドで52秒9、12秒4いっぱいと、ビシッと追って52、12っていう私の指標を軽々クリアしてきて、もうだから長めからこう1、2、3、4、5、6本追って時計を81秒台まで詰め、直前は半路で動きまで確かめて、はい、万全の状態ですね。強化へまず間違いなく勝ち負けでしょう、はい、と思うので、自信持って20丸です。うん、相手も1頭、ただ1頭、1枠2番、雲外蒼天、石川幸人ジョッキーの馬ですね。これ深いですね。長めからは最直前だけなんですが、4波の追いで67秒0、51秒7、12秒4を強め、それでその次の週も67秒3、52秒0、12秒3を馬なり余力、うん、似たような時計なんですが、はい、いっぱいと馬なり余力なんで、ガクッと量化してきてますよね。確かに。そこで今週は斜めから追って83秒2、51秒3、11秒5強めっていう形で、うん、きっちり出来上がりましたね。まずこれも十分勝負圏内でしょうということで、対抗はこの2番雲外蒼天 B プラスで、まあ、この2頭の一騎打ちだとこのレースは読みます。あ、一騎打ちなんですね。はい、相手候補としてはまず9番のイロンデルですね。これが82秒7から51秒7、12秒2を馬の威力で出して、うん、能力のあるところを見せ、ウッドの4波の追いでも67秒5から52秒5、11秒6を馬なり余力、非常に良い調整でここへ挑んできてるんで、はい、ただこの後ウッドで時計がかかって、販路でも時計がかかってっていう2周はグダグダなんですが、多分仕上がったんでレース狙って投票してたけど、フルゲートばっかりだったんで除外をされてここに来てるんでしょうね。ただあまり極端な調子落ちはないと思うので、持ってる磁力を考えるといいかなと、はい、っていうかね、多分先々週ぐらいにこれデビューしてたら僕 B プラスを打ってたと思いますが、ここ2週の時計が割とグダグダなんで、評価としては B まで落とすんですが、はい、侮れない1頭ではありますよね。能力はあると思います。でそれからまあまあ動いてる馬でいうと12番バロックパール、はい、10番カルネバーレでもまあ C かなぐらいの評価かな。であと7番ポール G、 これも C ぐらいかなということで、相手としては7、9、10、12の4頭をピックアップしますが、本戦はとにかく5番のレイウィンと2番の雲外蒼天の一騎打ちというふうに見て、3連単はこの2頭を1、2着に添えて、うん、さっき言った4頭を3着目に添えた3連単のフォーメーション合計8点とかでいいんじゃないかという気がいたします。はい、割と明日の中で一番硬い気がします。はい、そうなんですね。推奨レースですね。わかりました。はい、では続きまして東京の5レースですね。はい、5レース。東京5レース。芝の 1800m、 王道の路線ですよね。しかも東京ですからね。はい、今から遅れてきたクラシック候補組が出てきて強い勝ち方をしそうなんですが、うん、実はそこまでいいっていう馬がいない。でもその中にあって一番いいなと思うのは、はい、1枠2番タッカーライジング、お母さんが朝日ライジングっていう名馬で、古いファンの人だったら朝日ライジングいたいたと思うと思うんですけれど、すごい強くて重賞戦線を G1 戦線で活躍した名品でした。なのでまあそれの子供で、お父さんシルバーステートってどうなんだろうっていう感じで見るんですが、はい、でも長距離自体は長めから82秒7、52秒6、12秒6を馬なり余力、うん、そして
ジョッキーの1拍乗せて83秒0、52秒9、11秒9を馬なり余力というふうに一定以上の水準の時計で動けてるんですね、はい、でその後も4波の追いで67秒8、52秒2、12秒0、馬なり余力っていう時計を軽々とマークしてきてるので能力は間違いなくありますね。この出走16頭の中で一番いい馬をあげろって言ったら僕はこの馬ということで本命はこの馬に打ちますが、評価としては B プラスまでですね、はい、相手候補なんですが3頭12番14番15番ブリージョポドラードインパルスマルコタージュ、この3頭をもう動きが悪くないので、うん、この3頭を B 評価で相手候補として押さえておこうと思います、はい、でそこから C 評価で13番モアナグリューゲル16番ミヤビアストレア、うん、あたりまでですね。問題は10番のジェームズ・デ・ソーロっていう馬がいて腹ジョッキーで動きもすごくいいんですが、はい、どう見ても動きがスピード感がないんですよ。あーダート馬でしょこれ。これはちょっとダート馬ですね。でなのでこ の, あのデビュー戦の芝でそこそこのレース6着、はい、7着ぐらいだったら次ダート転換で、はい、頭から狙える。今怖い怖い腹ジョッキーも漏れなくついてきますし、デソーロの馬ですし、おそらくこれ一叩きした次の未勝利戦のダートが超狙い目なんで、ジェームズ・デソーロ名前覚えておいてください。デソーロシリーズにまたダートの名馬現るって感じですねなんですけれど多分これダートに代わって一発あるんじゃないかなと思うので、明日でも一応 C 評価ぐらいはできるので、はい、あの抑えておかれてはどうかというふうには思いますが、これの次走を未勝利戦は絶対に見逃さないで馬券買っていただきたいなと思う馬です、はい、というわけで本命は2番のタッカーライジング B 評価 B プラス評価 でそこから12番14番15番へ相手本戦、うん、でそこからまあ10番13番16番までが C というこういう評価にしましょう。はい、以上です。わかりました。では続きまして京都の方に移らさせていただきます、はい、京都の5レースよろしくお願いいたします、はい、京都の5レース芝の 2000m 遅れてきたステイヤーがいっぱい使ってきそうなレースですね。確かにいいなと思う馬が2頭いるんですよ。で1頭はロードカナロア3区なんですが5枠7番オランジェロ、これがいいかな。でどこがいいかっていうとまず第一に半路動きますね。合わせた半路で51秒312秒7っていう目の覚めるような反応を、しかもこれ末強めなんで、うんうん、最初別に促したわけじゃないのに全体時計51秒3ってことは相当速いです、はい、確かに。っていうことはおそらく明日のレース逃げるのはこの馬でしょう、うん、まあ逃げるの好きな松山ジョッキーでもありますし、確かにスピードの違いで先頭に立ちそうな気はします、うん、ということで長めからも84秒2、53秒9、12秒6をいっぱいという時計で追っているので、はい、息はできてるでしょう。もう一本長めから持ってますし他にも時計は積んでるので能力は高い馬で、しかも販路での時計を見ると逃げてこの馬が逃げ切っても何らおかしくないなっていう風に思わされる馬なので本命を打ちたいのはこの馬ですね。対抗同じく B プラスで対抗評価そのお隣8番五徳ですね、うん、五徳って何でしたっけ。ガスコンロのあれでした。そうですね、僕もそう思うんですけどね。ですよね、鍋乗せるとこですよね。そう乗せるとこですね、うん、はい、五徳ですね、はい、これがやっぱり長めの C ウッドからで82秒6、52秒7、11秒6をいっぱい、そして今週は和田ジョッキーを乗せて81秒3、51秒8、11秒9、いっぱい仕上がりましたね。確かに重めのこれは全くなくて動き時計ともに水準を超える動きを示しているのでできれば直前に反路とかで合わせて動きを見たいかった気はしますが、はい、シュートだけでも十分でしょ。確かにシュートの時計っていうのは裏切らないっていうのが私の持論なので、うん、この馬も勝ち負けできると考えて B プラス評価にしようと思います、はい、どっち本命にしていただいてもいいんですけれど、はい、7番と8番の馬単の裏表はぜひ購入しておかれてはいいかなと、うん、どっちが勝ってもおかしくないかなっていう気はしますが、うん、一応本命候補としてはこの2頭です。相手なんですが上から下までな二重丸の並ぶルメールのジャスティン・ダイスはどうかいなと、はい、いうことになるんですが、もうずっと馬なり余力調教なんで本気で打った時どうかって問題はもちろんあるんですが、はい、それでもやっぱり 84.5 から時計が縮まらないんですよね。で85秒6、84秒5、84秒5追っても追っても縮まってこないので
ビューッといってスピードで身に任せていってスパッと切れるっていうタイプではないんです。長い足を使うタイプとジャスティンの馬なんでね、一箇所狙いかなって感じがしますよね。確かにそんな感じの動きをしているので、はい、典型的なステイヤーだろうと思うんですが、うん、デビュー戦初戦からどうかって言われると、うん、はっきり言ってハテナマークです。ということで、まあ、これは相手の一頭 B 評価の一頭に落とそうと思います、はい、KT ガイア、これも長めから追ってしっかりと時計は出しているので、ただハンド時計もないのでこれも B 評価で置いておこうかと。あと6番名称マドロス、はい、これもまあまあの時計で上がってきていて芝居も切れるのでこれも B 評価では、最後に1頭、1番サラトガチップスですね。でこれが81秒台から52秒に11秒8を強めで追って、そしてハンドでも52秒4、12秒1をいっぱいと、うん、十分水準の時計出てるんで B プラスでもいいかなっていうふうに思うんですが、長めから追ってる本数が2本なんで、ちょっと調教の量的にはもう少し積んでほしい気はするんですね。なので一応 B 評価に下げますが、はい、B 評価4頭の中ではこれが筆頭です、はい、一番いいと思います。というわけで、なんだったら1番7番8番を1着目の候補に3頭置いて、で2着目の候補、2着目3着目の候補に2、3、6と置いていただいてもいいかなと思いますが、はい、うん、あとついでに言うと C 評価で3頭、はい、4番パシフィックルート、5番バンデルアース、12番アマントアスクの3頭を3連複の抑え目ぐらいに抑えて おこうかなというふうに思います。まあ割といい馬が揃ったのは間違いないですね。将来性のある馬もいるので、レースぶりをぜひこう楽しんでいただけたらという気がいたします。ここ強く勝つ馬はこの後も楽しみだと思います。秋ぐらいまで追いかけていいかなという、確かにそんな気がいたします。以上で京都の予想終わります。わかりました。では続きまして小倉の方に移らさせていただきます、はい、わけわかんないですよ小倉の 1200m 芝、あ、5レースですよね。わけわからないですか。小倉の芝の 1200m 多頭数なんてわかるわけがないぐらいもうごっちゃごちゃの戦いになりますよね。ただ今日の競馬を見てると、はい、もう小倉は圧倒的に外差しの馬場になっていて、外枠の馬が枠を生かして外外を回って差し込んでくるっていう感じで、内回った馬が全部止まってるような状態なので、しばらくこの傾向は続くんじゃないかという気はします。でそう考えると外枠の馬を狙うっていうのが筋になるんですが、はい、2頭いい馬をピックアップしておこうと思います、はい、1頭は競馬新聞でも本命の馬ですね。13番ペンダバール、長めからしっかり追って動けているし、ハンドでもそこそこの時計は出しているので、後位の外目ぐらいの枠は取れそうな気がするので、うん、はい、直線伸びてきてもおかしくないという気がします。そして枠順でいうとそのお隣テンメリアサ、大外枠ですね、うんうん、これが割と調教の動きがいい時計を連発してるんですよ、はい、それでいい時計が一回ぽっきりじゃなくて連発できてるってあたりに能力を感じるので、はい、あんまり印はないんですが、今の小倉の外枠祭りを考えると、うん、これも相手の候補の1頭には入れておきたい気がするんですよ。というわけで、13番14番ともに B プラスで、さらにもうちょっと内になるんですが、10番スピークイージー、はい、全然人気ない丸山直輝の馬なんですが、これもでも84秒83秒82秒とじわじわと時計を詰めて上り調子でここに挑んでくるので、侮れない1頭だろうというふうに思います。であと1頭4番ラブ&ラッキー、これでも枠が悪いんですよね。1枠から上手にさばけるかどうかっていうのはわからないんですが、小林ミクジョッキーで4キロ減ということもあるので、まあ減量機種乗せての軽くすがるく動けるところで立ち回って上手に中段の外ぐらいにつけてくれたら直線突っ込んでくることもありえるかなっていう気がするんですね、はい、動きはいいです。82秒台が出てるので、確かに、まあ、そう考えるとやっぱりこのレースは一応4と8 4 10 13 14の4頭ピックアップにして、はい、本戦は13と14の一騎打ちから流していただくっていうのがいいんじゃないかと思いますが、ここまでプラスぐらいの評価で取れそうなんですよ。であとで B 評価の馬が4頭1番3番12番13番ですね、はい、特に12番13番なんか外枠祭りの主役のような気もするので、この辺りは抑えておかれるといいかなという気がいたします。13番はさっき言ったね、はい、1番3番12番ですね、はい、この辺りが外枠祭りの抑え候補ですね、うんうん、なんですが、まあ本戦としては
13、14あたりの外枠、8枠の2頭を狙って、そこから私がちょっと印を打った馬たちへ長め、流し目に2頭軸とかで流していただくといいかなという感じがいたします。が正直言って小倉の多頭数の芝の千里なんて、はい、サイコロ転がすようなレースですよ。で私の親友でかつてサマーウィンドウを一緒に持っていた村上くんっていう親友がいるんですけれど、はい、彼は変態で、まあ、いろいろ変態なんですけど、でも彼は特に競馬に関しては変態で、はい、小倉の芝のフルゲート千里になると異常に燃えるとかって言ってるんでどうしてこれで燃えられるのかっていうのはいつも気になるんですけど、はい、もうテンション上がりまくるって言ってる変態さんがいるんですよね、はい、世の中にはいろんなファンがいますね。というわけで私よりはこれ村上さんの予想を聞いてみたい気はするんですけれども、はい、はい、私の予想としてはそんな感じで、以上明日の芝新馬戦4レース全て予想をお届けいたしました。わかりました、はい、ということでいつも通り推奨レースなんですけど、先ほどおっしゃった通り、はい、東京の2レースですかね、はい、まあ硬いんじゃないかなって気がします。お、まあ硬いと、5番と2番の一騎打ちだろうって気がして、しかも勝つのは5番の気がするので、うん、どこまでオッズがつくかっていうのと相談にはなるんですが、ここは硬く馬が狙い打って、さらにはそこから私が紐で上げた4頭ぐらいに、まあ、流していただくと点数もそこまで多くならないので、まあ、十分オッズ的にも戦える勝負になるんじゃないかという気がいたしますので、あの東京の2レースを推奨レースにしておきます。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、今回の予想はこんな感じで終わっていきたいんですけども、はい、まあ、本日もかなり新馬戦当たりましたので先生ありがとうございますということで、京都の4レースは良かったですね。そうですね、京都の4レースも良かった。今村ジョッキー頑張ったじゃないですか。頑張りましたね、昨日勝つ入れてましたもんね。本当に良かったですね。頑張り今村って言ってたんですけど、はい、良かったです、勝って良かったです、本当に、はい、で東京に関しましては、まあれですね、本当に穴人気が突っ込んだんですけども、2着3着とは推奨馬だったみたいですね。そうですね、はい、なので良かったのでぜひとも皆さん参考にしていただけたら嬉しいです、はい、参考になったよって方はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。